シャベル。シャベル、または、ショベルは、土砂、石炭、砂利、雪などの荒い粉状の素材を持ち上げて移動させるための道具であり、柄と柄の先端に取り付けられたスプーン状の幅広の、歯からなる。漢字では、塩歯と書き、塩脂、または、塩歯、本来は孤独だが、急に本軍、自衛隊を中心に故障されると読む。方言でシャボロと呼ぶ地方もある。 スコップは本来同義語であるが使い分けている場合が多い。口述。同様の目的を持つ大型の土木機械、油圧ショベルもシャベルと呼ばれる。シャベルは踏みすきとともに掘り棒から発達したものと考えられている。農業は約1万5000年前に東南アジアで始まった芋作農業に起源があるとされる。農業が始まった当時の農具は 掘り棒と桑だけであったが、桑は農業の開始と共に出現したのに対し、掘り棒は農業が始まる以前の採集や狩猟の時代から使用されていた。農具の発達と共に、掘り棒は踏みすきやシャベルに進化した。日本の実規格では足をかける部分があるものを、ショベル、シャベルではなく、ショベルと定義されている、ないものをスコップと記されている。西日本地域では、 足をかける部分があるものを喋る、ない小型のものをスコップと呼び、この実規格におおむね沿った呼び名で広く使われている。しかし、東日本地域では人力で掘るために足をかける部分のあるものをスコップと言い,い、実規格や西日本地域の呼び方と入れ替わっている。それらの代表的なものが、検査機スコップ、核スコップである。また、大型のものをショベル。 小型のものをスコップと区別する場合もある。一般には大きさによってシャベルとスコップを使い分けており、西日本では大型のものをシャベル、小型のものをスコップと呼ぶ。逆に、主に東日本では大型のものをスコップ、小型のものをシャベルと呼ぶ人が多い。日本産業企画、JIS では土木用、農事用、家庭用のショベル及びスコップについて、 JIS a 8902ショベルを呼び、スコップとして規格化されている。原案作成は、全国ショベルスコップ工業共同組合で、1954年、昭和29年1月30日に制定された。1988年、昭和63年に1月1日付で改正された、JIS a 8902では、土砂などをすくう、先端部をさじ部、柄を軸部、または、 つかぶ、末端の持ち手を握り部と称し、さじ部には規定の成分からなる鋼板、または、これと同等以上の品質の鋼板を、軸部に沸かし、またはこれに準じる品質の課題木材、規定の岩水率以下か、構造陽項、ステンレス鋼、アルミニウム、樹脂などのパイプを材料に用いるよう定めている。ショベル及びスコップの図面が記載されたフズを、 参照すると、サジブが足をかけることのできる形状になっているものが、ショベル、フズ1から5、そうでないものが、スコップ、フズ6となってを、ショベルのうち、サジブの形状が尖っているものを、丸型、フズ1、3、四角いものを、角形、フズ2、4としている。また、握り部については、アルファベットの Y の字の形と定めている。シャベルは、 使用目的に合わせて様々な種類がある。表面には、錆止めの塗装や塗金が施されるが、砂利等とすれることにより、短期間で真滅してしまう。この状態で、泥がついたまま放置すると、たちまち腐食してしまうため、使用後は洗い流し乾燥させてから保管する。シャベルは戦場において、特に第一次世界大戦以来、飛び交う銃弾や砲爆弾の破片から、 生身の兵士が命を守るための残骸を掘る道具として、また自らの排泄行為のために地面に穴を掘るための道具排泄物の周期をまき散らさないことは、戦場の重環境を守るためだけではなく、敵側に気配を察知されないためでもあるとして、必需品となった。時には、白兵戦の際の打倒つぶきとしても有用である。第二次世界大戦の時、ソビエト軍兵士と、 赤軍パルチザンもシャベルを白兵武器として使い、現代のロシア軍スペツナズもシャベルを使う戦闘技術、訓練している。アメリカ陸軍でも、最先人上級総長がアイセル戦闘員に対して、私的に降伏勧告をする中で、降伏に応じない場合はシャベルで応殺することを、ほのめかすなど、武器の一つとして捉えている詩がある。このため、不評を筆頭とする兵士の個人傾向物と、 なっているほか、多くの軍用車両の装備品の一つとして、シャベルが採用されている。これらは車内に収められるか、車外に、ツルハシやジャッキなどとセットでクランプ止めにされ、車両がスタックした場合や陣地を構築する際に活用される。日本陸軍では土木工事用の大きなシャベルを大塩皮、蛍光用を小塩皮と呼び分けていた。大塩皮は、 工兵が使用するものであり、工兵たちは、不評の形態する小鉛筆を耳かきと呼んで軽んじていたという。兵士の個人傾向物の一つである、小鉛筆は、使用時に柄を人部へ差し込み、摩擦力だけで止める構造となっていた。折りたたむことはできないが、傾向時は、柄と刃に分離した上で肺脳に縛り付ける。柄の中ほどと人部の上側、柄の取付部付近に穴が設けられ、 両者にロープが通してあった。このロープは、鳩柄の紛失防止のほか、組み立てた小鉛筆を肩に覆うためにも用いられた。塚頭部分の先端には、絵手がなく、代わりに丸く成形されている。なお1930年代後半に、正式採用された98式鉛筆の人部は、防弾後半で作られ、波中央部に設けられた小穴を覗き穴として、簡易な棒立て、 盾として使用できるようになっていた。アメリカ陸軍は第二次世界大戦中の1943年に M1943 イントレンチングツール直訳すると1943年型残号、掘り工具を採用している。M1943 はドイツ国防軍の1938年型シャベルを参考に設計され、 柄と葉の取り付け部分が回転して折りたたみができ、傾向に優れるだけでなく、葉を柄と90度の角度で固定させることができるの、クワのように使うことができた。塚頭部分にとってはない。同様の構造のものが現在でも各国で軍用あるいは民生用として製造されている。アメリカでは M1943 の後継品として、ハシとして、 使うための起動式特起が追加された M1951 も採用されている。ソビエト連邦軍、労働赤軍は、方針部分を柄として、スペード型の底板を刃として組み替える、迫撃砲剣シャベルとなる特殊な兵器を装備していた 37mm 径、迫撃砲。後継兵器として、現代ロシア軍にもシャベルの柄の部分が、単発式敵弾発射器となっている。 が存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。